同社の中で大事にしている理念というものがあると、はい、聞きましたので、うん、ちょっとそこのどういった理念を掲げられてそこに込めている思いという部分も含めてお聞かせいただけないでしょうか。うん、この理念が作られたのが今から16年前、感謝、絆、睦みという言葉の3文字なんですね。創業して、今66年目なんですけれども、16年前に50周年のパーティーをやりました。でその時にお世話になった方たちを400人ぐらいお呼びして、で、ホテルで盛大にやったんですけれども、アテンドするのは全員スタッフがアテンドするということで、やっぱり感謝の気持ちをお客様にスタッフみんなで伝えようということでスタートしたと。でその時に理念っていうのが出来上がったんですけども、この理念自体が、創業48年目、49年目、50年目それぞれの年に社員をこうまとめていく上で何かスローガン的なものが必要だろうということで、48年の時に感謝っていう言葉を1年間みんな大事にしていこうと。でその翌年の49年目の時に絆っていうものを大事にしようと。で最後の50周年の時には睦みという言葉を大事にして1年間送ろうということの話をしてました。でそれを50周年のパーティーの時に企業理念としてこの言葉を3つ掲げたと。それに付帯して当然、ブランドミッションも含めて、理念だけではなくて、じゃあ行動規範も含めて、作り上げた年だったっていうのが今から16年前になりますね。社長、感謝絆っていうところは私の中でも結構イメージが湧くんですけど、睦みっていうのが結構珍しいなと思うんですけど、やっぱり今ね、昨年 の ラグビーワールドカップでもワンチームっていう言葉でね、ワンフォーオールオールフォーワンってよく言われますけれども、自分がやっぱり大事にしてきたっていうのは、やっぱり団体のスポーツを長くやってきた経験もありまして、やっぱりチームワークだから、なんで会社を立ち上げるのかとか僕自身が考えた時に、一人でできないことをやるために会社っていうのは存在してるっていうふうに思うんで、そう考えた時に一番大事なことっていうのは、睦みって言葉の中にはコミュニケーションだったりとか、ね、人を思いやる気持ちだったりとか、そういうものがたくさんあると思うんですよね。それが欠けたら多分会社として存在しないんだろうなと思って、睦みっていう言葉を入れましたよね。やっぱりこう会社を運営していく中では、やっぱり社員さん同士とのやっぱりコミュニケーションってものすごく大事になってくると思うんですけれども、うん、全然最近コミュニケーションしてないんですけれども、はい、時間がね。ただそれは当然社長が当社今120人ぐらいですけれども、一人ずつの社員とエレベーターで一緒になった時に一言二言1秒か2秒かもしれないけども、声かけるぐらいかもしれない。でもそれでも僕はいいと思ってるんで、で当然組織ですから、その上司が、ちゃんと面談をする時間を持ってちゃんと理解できてれば伝わっていくんだろうなっていうふうに思ってます。御社の中ではそれぞれの個のやっぱり尊重するために、得意を生かすっていうところもすごく気をつけていらっしゃるとお伺いしました。十人十色とかっていう言葉もありますけれども、それぞれ得意な分野っていうのはいろいろあると思うんですね。で実際本人も気がついてない自分の得意なものって何なのか当然あるわけで、新卒で入社しても、中途で採用してもまずは、いくつかの部署を経験してもらってジョブローテーションしながら、その中でどこがその個人の適性なのかっていうのを、まず見極める。でそこで、伸ばしてみる。でもそれもまた違ってたりすることもあるんで、なかなかね難しいんですけれども、やっぱりそのチャンスを一つの部署だけで部署が
いくつかありますんで、いろいろ経験することによって自分の適性っていうのが、でやっぱり自分が好きなことっていうのは一生懸命やれるんで、まあ、それを見つけ出す努力を会社としてもしてます。ジョブローテーションすることでやっぱり何か組織としてこう強くなっていくのか、組織変わっていったっていう 何かこう実際に実感されている部分ってありますか？前はジョブローテーションするのが、結構長い期間2年とか3年で移動とかっていう形を取ってたんですけれども、今はもう1年で移動するような形にどんどん変わってるんですね。最初入ったばっかりの時にね、で2年3年いるとなかなか上司が手放さなくなっちゃうんで、最初入った時は何が適正か分かんないんで、まあ、いろいろ今やるスピードを速くしてます。である程度ここだろうなっていうところになったら、その移った部署において、なるべく権限以上を、一つ目の役職者は行うと、で任せるというような仕組みに今だいたいそういう形になってきたっていう感じですよね。マネジメントっていう部分もこうやっぱり特性だったりとか大事になってくるポイントがあるとお伺いしました、うん、このマネージャーとしてのこうやっぱり体質というか、やっぱり持っておかないといけないスキルっていうのはどこになってくるんでしょうか？一つの事象をね、一面でしか捉えるんじゃなくて多角的に見ることができないとマネジメントできなくなると思うんですね。でそれにはやっぱり普段からアンテナを張っていろんな方との話の中で得たことであったりとか、あと自分が本を読んで得たこととか、で実はそれとそれって聞いた話と読んで知識が実は合体して一つのものになったりとか、そういうこう柔軟性を持ってないと、まあ、本当の意味でのマネージャーとしての資質ってのは磨かれないんで、そういうそれも努力だと思うんですよね。そういう努力をしているメンバーがいいマネージャーになっていくと思います。インプットするという、そうですね、あと社長アウトプットすることもやっぱり同時に大事になってくるという、そうですね。だから楽しい映画見て楽しかったなで終わんない で自分はここのところにすごい感動したとか、私はこうだったんだとかね、そういう意見交換をしながらやっていくと、一つ見たインプットした映画ってものがもっと膨らんで、もっと、そうだったんだ、他の人はこういうふうに感じたんだとか、そういうことを共有することによって、まあ、そういうことを自分でも発信する、で人からも聞く、でそういうことで映画一つ見ても楽しさが全然違うんだと思いますね。じゃあマネージャーのスキルとしてはやっぱりインプットすることも大事だけど、周りと共有したりとか、アウトプットするっていうことが重要になってます。そうすることによってコミュニケーションも生まれるしっていうこともあると思います。